3年ぶりの大改装です。岡山市のデパート天満屋岡山店がリニューアルし、今日グランドオープンしました。前の、ロフトのとこから来させていただいてたんで、楽しみにして今日は来させていただきました。こちら美術画廊の隣にロフトがオープンしました。若い方からご年配の方まで、実に多くの年代の人が訪れています。岡山ロフトは岡山ロッツが閉館したのに伴い、天満屋の5階に移転しました。天満屋岡山店は去年11月から3年ぶりとなる大改装を進めていて、今日ロフトを含む27店舗がグランドオープンしました。改装に向けてはですね、これまでの百貨店に来られてないお客様も来ていただきたいなという狙いがあります。高校生とか、本当に百貨店にまだ馴染みのないお客様が増えるんではないかなというふうに思ってまして、そこは本当に期待しています。コンセプトは新たな発見で、ライフスタイルに合わせた新しい発見をしてほしいと新たな取り組みも始めました。寝具売り場では睡眠の相談を受け付けたり、美術画廊では QR コードを読み込んでギャラリーの作品をチェックすることができます。いらっしゃいませ。こちらの売り場は呉服店と水引きなど慶長用の店を隣接させてリニューアルオープンしました。呉服売り場の中に和の小物が揃っています。日本文化発信のエリアのようになっています。天満屋岡山店では今後コーヒーチェーン店のスターバックスなど2店舗をオープンさせる予定で、新たな客層の取り込みを図りたい考えです。